おばあさんの話によると、川上村は東京の郊外にあるようで、私の住む町の駅からは1時間半ほどかかることが分かった。町に行くにはまだ時間がかかってしまうのだろうか。早く村に行きたい。この箱をずっと持っているのは不気味なので、村に着いたら即手放したい。そんなことをずっと考えていた。早く何とかしないと。駅までもうすぐだ。掲示板を確認すると、終電まではまだ時間がある。今日は少し風が強くて、雨が降りそうなくらい曇っているが、すぐに雨は降りそうにない。それにしても、いつも賑わっているはずの街は、なんでこんなにも静かなんだろう。みんな、どこに行っちゃったのかな。探そうにも、一人で探すには時間がかかるから、目的としている場所に行かなくちゃ。あゆみちゃんの命は今、私の手にかかっている。あゆみちゃんの命を救うために、私はやらなければならないことがある。それに、実家に寄った時にどうして箱を机の上に置いちゃったんだろう。私がずっと持っていれば、あゆみちゃんには見つからなかったはずだ。もしあゆみちゃんに何かあったら、すべて私の責任。どうしようかな。パパに今日は帰らないって電話した方がいいかな。今あゆみちゃんが病気で倒れているから、パパはその看病をしている。私も本当はあゆみちゃんの看病をしなきゃいけないんだけど、今は箱をどうすればいいか考えないといけない。そもそも全部の原因は私なんだから。ボタンは今にも落ちそうだし、でも今はこんなことを考えている暇はない。パパに連絡しないといけない。パパにあゆみちゃんの身に何が起こったのか話すことはまだできない。きっと誰も信じてくれない。そもそもパパは私たちが見たことを理解できないはずだから、今はパパに連絡することに集中しよう。もしもし？もしもし？パパ、私、マーヤだよ。ああ、マーヤ、今どこにいるんだ？遅い時間だから早く帰ってきなさい。はい、お願いします。パパ、ごめんね。今日はマヤの家に泊まることにしたよ。明日はミニテストだから、その勉強もしたいなって思ってて。そうか、それなら。そっか、新しい薬で良くなることを祈ってる。私がいない間、あゆみちゃんもよろしくね。明日の朝には帰るから。それじゃあ、また明日ね。
自販機の右下にある商品が目に留まった。あれはお守り？なんで自動販売機でお守りが売られてるんだろう。変なものを売っている自販機はよく見かけるけど、こんなお守りは初めて見たな。それに300円？お守りにしては安いけど。町に行く前に買っておけば心も安らぐのかな。でも小銭がないや。両替所さえ見つかればいいんだけど、どこにあるかな。定規とドライバーがあったような気がする。定規を使えば棚の上の硬貨に手が届くし、ドライバーを使えば電話ボックスのダイヤルボタンを外すことができる。使い終わったら返すので使わせてください。これはアコちゃんが言っていたコインの一つに違いない。また来るときは同じ額の硬貨を必ず置いて帰ります。定規を使ってなんとか効果を回収した。そしてこれはアコちゃんが言っていた効果の一つに違いない。ドライバーを使ってダイヤルボタンの位置を変えることができるんだ。これはアコちゃんが言っていたコインの一つに違いない。
また来るときは同じ額の硬貨を必ず置いて帰ります。私はお守りを持ってバッグに入れた。これが役に立つかどうかはわからないけど、でも用心するに越したことはない。私は動き続けなければならない。今、ここで何が起きているのか、何があったのか、ネガティブに考えるのはやめて、前に進まなきゃ。おばあさんの話によると、川上村は東京の郊外にあるようで、私の住む町の駅からは1時間半ほどかかることが分かった。町に行くにはまだ時間がかかってしまうのだろうか。早く村に行きたい。この箱をずっと持っているのは不気味なので、村に着いたら即手放したい。そんなことをずっと考えていた。早く何とかしないと。駅までもうすぐだ。掲示板を確認すると、終電まではまだ時間がある。今日は少し風が強くて、雨が降りそうなくらい曇っているが、すぐに雨は降りそうにない。それにしても、いつも賑わっているはずの街は、なんでこんなにも静かなんだろう。みんな、どこに行っちゃったのかな。探そうにも、一人で探すには時間がかかるから、目的としている場所に行かなくちゃ。あゆみちゃんの命は今、私の手にかかっている。あゆみちゃんの命を救うために、私はやらなければならないことがある。それに、実家に寄った時にどうして箱を机の上に置いちゃったんだろう。私がずっと持っていれば、あゆみちゃんには見つからなかったはずだ。もしあゆみちゃんに何かあったら、すべて私の責任。どうしようかな。パパに今日は帰らないって電話した方がいいかな。今、あゆみちゃんが病気で倒れているから、パパはその看病をしている。私も本当は、あゆみちゃんの看病をしなきゃいけないんだけど、今は箱をどうすればいいか考えないといけない。そもそも全部の原因は私なんだから。やっぱりやめておこう。これ以上パパを心配させることはやめなきゃ。あゆみちゃんの看病に専念してもらわないと。後で駅に着いたらメッセージを送ってみよう。自販機の右下にある商品が目に留まった。あれは、お守り？なんで自動販売機でお守りが売られてるんだろう。
変なものを売っている自販機はよく見かけるけど、こんなお守りは初めて見たな。それに300円？お守りにしては安いけど、町に行く前に買っておけば心も安らぐのかな。でも小銭がないわ。両替所さえ見つかればいいんだけど、どこにあるかな。そういえば、トラックの中に定規とドライバーがあったような気がする。定規を使えば棚の上の硬貨に手が届くし、ドライバーを使えば電話ボックスのダイヤルボタンを外すことができる。使い終わったら返すので、使わせてください。また来るときは同じ額の硬貨を必ず置いて帰ります。このドライバーを使ってダイヤルボタンの位置を変えることができるんだ。定規を使ってなんとか効果を回収した。そしてこれはアコちゃんが言っていた効果。
このドライバーを使ってダイヤルボタンの位置を変えることができるんだ。これはアコちゃんが言っていたコインの一つだち。また来るときは同じ額の硬貨を必ず置いて帰ります。用心するに越したことはない。